中近東に巨大な隕石が落下し、それ以来不思議な事件が次々と起こった。科学特捜隊パリ本部から連絡員のジムがやってきた。その話によれば、パリ本部もトルコ、インド両支部も調査隊を派遣したが、いずれも行方不明となったという。ついにパリ本部は日本支部の出動を要請してきたのである。ついにパリ本部から出動要請が出たか。よし、アラビアでも砂漠でもどこでも行ってるぞ。いで、は、これは名前差し事件じゃないぞ。はあ、パリ本部調査隊も完全な装備で出動したんだが、消えてしまった。まあ、それだけの犠牲を払ってまだ原因をつかめないなんて、うん、ジム、隕石の落下地点は。ここだ。ここが魔の地点だ。人石未踏、謎の町、バラージがあると言われているところだ。よし、出動だ。はっ、杉谷。は、君は残ってくれ。でも、はい。ミスター村松、私も一緒に行く。本部からそう言われてきた。ジム、ありがとう。頼む。うん。準備 OK。 魔の地点まであと100キロ。藤田院、藤田院、こちらビートル。いよいよ魔の地点へ突入する。とは言っても天気晴朗にして。行け、実況放送より辺りに注意してろ。はい。こちら彦、成功祈ってます。あーっ、キャップ、あれは。で、背を切れ。はい。早田、光の壁から離れろ。操縦不能。早田、光の壁に突っ込んで。キャップ、気でも狂ったんですか。見ろ、光の壁は下から来てる。脱出するには上昇するしか方法がない。早田、進め。はっ。逃げようとしたから操縦桿が効かなかったんですね。あれは強力な磁力光線だ。吸い寄せられる力を利用して上昇するしか助かる道はないと思ったのが、うまくいった。ん、閉めた。磁力線にエンジンをやられたようです。手当てをしてやれ。はい。エンジンの一部と無線機が故障してます。え、無線機が故障。じっとしてろ。無線が故障じゃ、俺たちも行方不明の仲間入りだな。バラージの町は近いはずだ。
歩いて行こう。歩いて？とにかくこの近くを調べてみよう。何か分かるかもしれません。よし、井出は歩くのは無理だ。無線機の修理、ジム嵐、早田、俺と一緒に来い。はい、そんな殺生な、僕も一緒に連れてってくださいよ。井出、このビードルが俺たちの本部になるんだ。調査報告を送るためには無線機をぜひ直さなければな。そのためには君の腕が必要なんだ。反応あり。何？これが落下した隕石だ。大きいな。この隕石に実光線を出す機能はないはずだ。するとあの光の壁は、分からんな。謎の町バラージだ。やっぱりバラージだ。よし、入ってみよう。
バラージは古い言い伝えの中に出てくる町です。この町はかつて大いに栄えた町だったのですが、今では地図にも名前が載っていないゴーストタウンになってしまいました。学者の中には実在の町ではないという人さえいるぐらいです。しかし見たまえ、あの山はアララットさんだ。アララットさん、あ、ノアの箱舟が流れ着いたと言われているところだ。うん、そうだ。見ろ、立派な縄文だ。ん？どうだ、こっちだ。ジム、聞いてみろ。エムダティラーヘ、ギャルデミラーハ、サクラマカラーハ、エムダティラーヘ。おい、通じないのか。ダメだ、アラビア語もヘブライ語も通じない。わからん。ジム、一体何を喋ってるんだ。わからない。あ、チャータン。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 あなたは？私の名前はジャータム。 おい、日本語だぜ。うん、日本へ来たことがあるんですか？私はこの町から出たことはありません。日本人に会ったこともありません。じゃあどうして日本語？私にはあなた方の頭の中を読み取る力があるのです。ああ、エスパー。この能力は私の一族にだけ伝わっているものです。遠い昔、人々はみんながこの力を持っておりました。その頃の町はシルクロードの交易地として栄えに栄えておりました。ところがある日からこの町へ急に人が来なくなりました。この町を出て行った人も二度とは帰ってきません。アントラの仕業なのです。人はだんだん少なくなり、いつの間にか老人ばかりが住む町になってしまったのです。アントラ、恐ろしい怪物です。それじゃあ、あの怪物はそんな昔から。しかし、あの怪物はなぜこの町を襲わないのです。ノアの神の守りです。ノアの神。ジム、もしかしたらノアの箱舟の。うん、私もそれを考えていた。どうぞ。
ウルトラマンだ。どうしてここに。ノアの神です。この青い石がこの町をアントラーから守っているのです。あの石がなぜだろう。うん、一種の魔除けかもしれん。ノアは宇宙人だったのか。5000年の昔、ウルトラマンの先祖は地球上に現れ、その時もやはり人類の平和のために戦っていたのか。うん、我々人類にとってウルトラマンは平和のための大切な神なのかもしれん。地球上では急激に消耗する。太陽エネルギーが残り少なくなるとカラータイマーが点滅を始め、そしてもしカラータイマーが消えてしまったら、ウルトラマンは二度と再び立ち上がる力を失ってしまうのである。ウルトラマン頑張れ。残された時間はもうわずかなのだ。
この石を。早くアントラへ、ノアの神のお告げです。あの青石もウルトラマンが宇宙から持ってきたんだろうか。いや、ウルトラマンではない。ここではノアの神だ。うん、およ。大丈夫、気を失ってるだけだ。ありがとう。青石のおかげでアントラを退治できた。いいえ、ノアの神のお力です。青石を怪物に投げろとノアの神が私におっしゃったのです。青石は亡くなったが、これからこの町にも人々が集まり、昔の平和がよみがえるだろう。バラージへの道は遠い昔砂に埋まりました。旅人ももうこの町を思い出すことはないでしょう。チャータン、そんなことはない。いいえ、たとえ旅人が通りかかったとしても、もうこの町を蜃気楼だと思うことでしょう。でも私たちはこの町を離れません。みんなの心の中にバラージは生きているのです。蜃気楼の町か。また一つ地上から都が滅んでいく。だが我々はそれをどうすることもできない。ミスター村松、任務終わった。行こう。おい、早田。富士隊員出迎えのビートルで家族隊は燃える砂漠に別れを告げ、